次は、次は攻撃。
こんにちは、立命館大学パンサーズです。パンサーズでは、ありがとうございます。今年はコロナという状況の中、本当にたくさんの人々のおかげで無事にシーズンをプレーすることができました。本当にありがとうございます。今年度はファイアーアップという闘争心という言葉を合言葉にスローガンに掲げシーズンを戦い抜きましたが、惜しくも日本一になることができませんでした。しかし来年こそは僕たちの後輩であるパンサーズが必ず日本一になってくれると確信しています。この4年間本当に僕たちは応援の力に救われてきました。試合中辛い時やしんどい時、本当に応援団の声が僕たちの力になって、どんな困難も乗り越えることができました。本当にこの応援というものの力は素晴らしいものだと思います。今日のチャーリーリングフェスティバルもこの応援を最大限に皆さんで感じてもらい、最後まで楽しんでいきましょう。本当に4年間ありがとうございました。何度も立ち向かう姿は私たちに勇気と感動を与えてくださいました。来年